箱根の達人がお送りする歩行の旅人、箱山幸太郎のこだわり旅です。今回は箱根をお得に巡れる箱根フリーパスを使って箱根を移動してみた。動画の最後には箱根フリーパスを買わずに箱根を回った場合に比べてどのくらいお得になったか、金額の比較もするぞ。箱根フリーパスはデジタル版もあり便利なサービスだ。スマホ一つで箱根登山鉄道や箱根ロープウェイ、箱根海賊船など箱根の様々な乗り物が何回でも乗り降りできる。箱根を乗り物で周遊する際には絶対に使った方がいい。今回は小田原駅から実際に使ってみせよう。購入方法を教えよう。アプリもあるが今回はウェブで購入。まずは箱根ナビと検索し、デジタル箱根フリーパスの画面へ。小田原駅からは大人2日間で5000円だ。注意事項を読んだら購入手続きへ。日付などを選択して決済方法を選ぼう。もう購入できた。簡単だ。思い立った瞬間にどこでも購入できるのが魅力的だ。それでは有人改札で画面を見せて箱根へ向かうとする。箱根フリーパスで最初に乗るのは箱根湯本へ向かう箱根登山線。この赤い線型小田急車両は小田原箱根湯本間でしか乗ることができないぞ。よし、早速だが箱根湯本駅まで向かおう。箱根湯本駅に着いた。さて、ここで乗り換えをしようか。箱根湯本駅で箱根登山電車に乗り換えだ。鉄道ファンに人気の旧型車両だ。レトロな雰囲気がとても落ち着く。箱根登山電車沿線の名所を紹介しよう。遠野沢駅発車後に通過する出山鉄橋だ。水面から43メートルの高さ。ここからの景色が箱根へのワクワク感を高めてくれる。景色を見たくなったらどこかの駅で途中下車してもいい。箱根フリーパスなら料金を気にせず寄り道ができる。これも魅力の一つ。大平台駅で少し寄り道しよう。しだれ桜とアジサイが美しいと有名なエリアだ。実はこの駅、達人のフォトスポットが存在する。今回は特別に教えてあげよう。駅のお手洗いがある方の出口を出て看板裏の小道を進もう。小道を進んでいくと最高のロケーションで電車を見ることができる場所があるんだ。踏切を渡るときはしっかり左右を確認するんだぞ。お、来たぞ。今だ。今がシャッターチャンスだ。何度見てもこのアングルは最高だ。大平台駅周辺は三神神社などもあり見どころがたくさんあるが、そろそろ次の電車に乗るとしよう。大平台駅から箱根登山電車に乗って強羅駅へ向かう。強羅駅に到着。フリーパスは駅員さんに見せるだけで OK。 今日は旅日和な天気で嬉しい。強羅駅からは箱根登山ケーブルカーに乗り換える。箱根強羅公園を目指そう。箱根強羅公園は強羅駅から歩いてでも行けるが、箱根登山ケーブルカーに乗れば楽に移動ができる。フリーパスならではのメリットだ。すぐに公園下駅に到着。公園下駅から歩いて1分、箱根強羅公園へ向かおう。ここ箱根強羅公園の入園料は大人550円なのだが、箱根フリーパスを見せるとなんと入場が無料になる。箱根フリーパスでは箱根強羅公園以外にも70カ所もの施設が割引で入場できるので、使えば使うほどお得になっていく。箱根強羅公園内は大正3年に開園した日本最古のフランス式庭園だ。噴水を中心にカフェや体験施設などが園内にあり、どこに行こうか迷ってしまう。熱帯植物館がある。入ってみよう。南国に迷い込んだような雰囲気だ。見たことのない植物がたくさんある。遊び心もあって癒されるスポットだ。
公園内には休憩できるスポットもある。ここ白雲洞茶園は700円でお抹茶とお菓子がセットになった茶の湯体験ができる。気軽に日本文化を体験できるのでおすすめするぞ。ほっと一息つきたい方はぜひ立ち寄ってみてくれ。箱根強羅公園を満喫したので、次の目的地へは箱根登山バスへ向かおう。もちろん箱根登山バスもフリーパスを見せるだけで乗ることができる。到着。彫刻の森駅バス停で下車した。お腹も空いてきたので歩いてすぐのおすすめのお店に向かおう。餃子センターだ。駅名標をモチーフにしたユニークな看板が目を引く。店内には個性的な装飾。オープン当初は焼き餃子と水餃子だけだったが、常連さんの要望に応えて徐々にメニューが増えていったそうだ。変わり種もあって何度行っても飽きない。冬には温かい水餃子定食をいただく。窓からは登山電車も見える。ずっとここにいたくなるような心地よい空間だ。名残惜しいがお腹も膨れたし、次の目的地へ向かおう。強羅駅までは歩いてすぐだ。強羅駅から先ほどと同じくケーブルカーに乗った。今度は公園下駅を通過して層雲山駅へ。ありがとうございました。層雲山駅には空母箱根という施設が併設されている。センスあふれるお土産屋さんや展望テラスと無料の足湯がある。開放的なテラスだ。移動で少し疲れたら外の風に当たりながら休憩するといい。乗り換えの途中でぜひ立ち寄ってみてくれ。層雲山駅からは箱根ロープウェイ代行バスに乗ろう。ロープウェイが定期点検整備工事を行っているときは、このように代行バスに乗ることができる。もちろん箱根フリーパスで乗車できるぞ。大涌谷が見えてきた。到着。バスで行く大涌谷もまた別の視点から楽しめていいものだ。ありがとうございました。大涌谷だ。このモニュメントの前で記念撮影をしよう。大涌谷は約3000年前に神山が水蒸気爆発を起こした時の爆裂火口跡で、未だに火山活動が続いている。日によって違う顔を見せる大涌谷は何度でも行きたいスポットの一つだ。せっかく大涌谷へ来たならば、名物黒卵を食べよう。一袋500円だ。寒い冬は黒卵を持ち帰っておでんにして楽しむのが達人流。ぜひ一度試してみてくれ。大涌谷駅からは箱根フリーパスを使って箱根ロープウェイで桃源台駅へ。今日はあいにくの天気だが、ロープウェイから富士山を眺めながら芦ノ湖に向かうことができる。ぜひ探してみてくれ。芦ノ湖が見えてきた。天気がいい日は湖面に日が当たり輝かしいんだ。桃源台駅が見えてきた。ここから箱根海賊船に乗る。到着だ。上からも箱根海賊船が見える。早く向かおう。今回乗船するのはロワイヤル2だ。18世紀にフランスへ建造され、フランス艦隊の機関として活躍した第1級戦艦ロワイヤル・ルイがモデルとなっている。箱根海賊船は3種類の船があるぞ。他の船は別の動画で紹介しているので、ぜひ見てくれ。出航だ。行ってきます。箱根海賊船内では飲み物やお土産を買うこともできる。ロワイヤル2は 3D アートもあり、船内でも撮影をして楽しめる。デッキに出ると風を感じられる。少し寒いが気持ちいいぞ。船長さんだ。背中で語るかっこよさがある。海賊船内には特別船室がある。通常は桃源台から箱根町港まで追加料金が600円かかるのだが、箱根フリーパス提示で追加料金が480円となり、120円お得だ。特別船室は船前方にあり、白を基調としたデザイン。ソファーも重厚感があり、より一層豪華な雰囲気だ。
特別船室のデッキは前方にあるため一番景色を楽しめる。先頭に立つと海賊船のスピードを体感できる。そうこうしているうちに箱根町港へ到着した。上陸。箱根町港にはおすすめのお店があるから紹介しよう。和モダンなお店、茶屋本陣ほとり屋。お土産店や果物屋、カフェレストランがあり、ショッピングや喫茶、食事が楽しめる。2階のレストラン、カフェコモン。芦ノ湖と富士山の景色を眺めながら、ゆったりとランチや和スイーツ、ドリンクメニューを楽しめる。どれも美味しそうなのだが、自分で七輪で焼くことができる七福団子。自分好みの焼き加減で楽しめるのがこのメニューの面白いところだ。ふわふわもちもちで美味しいぞ。ほうじ茶ブリュレもおすすめ。焦がしたカラメルとトッピングのほうじ茶アイス、渋皮栗との相性も抜群だ。一休みしたので移動しよう。箱根登山バスで元箱根へ向かう。箱根フリーパスだから交通費を気にせず王道コースにプラスして寄り道できる。とても便利だ。元箱根で下車したら外せないスポット、箱根神社へ。人気の平和の鳥居は今日もにぎわっているぞ。芦ノ湖を背景にした鳥居はとても映える。ちょうど火の光が後ろから差して幻想的な一枚を撮影できた。ラッキー。階段を登って本殿まで向かおう。ここまで来て上まで登らないなんてもったいない。おお、荘厳さを感じる。お参りをして少しこの神聖な空気を楽しもう。元箱根周辺は癒しの空間だ。ついついゆっくりしてしまった。元箱根からはスタート地点の小田原までのバスもある。このバスに乗車して帰ろう。今回は箱根フリーパスを使って箱根を周遊してみた。通常通り巡った時と比べてどのくらいお得になったのか発表しよう。なんと1280円もお得になった。しかも明日もまだ使える。1日だけでもこんなにお得になったのにさらにお得になるなんて。みんなも絶対に使った方がいい。箱根フリーパスに関しては概要欄をチェックしてくれ。それでは次回の箱根旅もお楽しみに。